岩という言葉を、一度は見たり聞いたりしたことがあるのではないでしょうか。動物性の食品を取らず、野菜などを中心とした食事をしている人をビーガンと呼びます。そこでビーガンを取り入れている芸能人を紹介していきますね。ビーガンという言葉を聞いたことはあるけど、大まかにしかわからないという人もいるかもしれません。簡単に言えば、ビーガンはベジタリアンの中でも、さらにベジタリアンだということになるでしょう。完全菜食主義で、動物性の食品を一切摂取しないのがビーガンです。動物性食品を具体例で言うと、肉、魚、卵、乳製品、蜂蜜など、上記のものを一切取らない、厳格なビーガンも存在します。ですが、動物性食品をあまり取らないということも、最近ではビーガンと呼ばれるようです。つまり、ビーガンとして生きている人たちの中にも、厳格かどうかでグラデーションがあるわけですね。というわけで、ビーガンを取り入れている女性芸能人を紹介していきましょう。影響力のある女性芸能人で、インスタのフォロワーが670万人を超えているローラさん。非常に影響力のあるインフルエンサーと言えますが、お肉を控えているなどの発言をしています。ローラさんは環境問題について勉強し、肉を食べることの環境への影響力から、お肉を控えているそう。ローラさんの YouTube チャンネルにアップされているローラの一日ご飯という動画があります。そこで紹介されている食事には、肉や乳製品は使用されていません。ですが、魚は使用されていました。将来的にはビーガンになりたいの?と質問され、うんと答えていたローラさん。完全なビーガンになる日が来るのかもしれません。お次は、現在では間違いなく大物女優だと、誰もが認める中谷美紀さん。ビーガンになったのは、ベジタリアンが多くいるインドを旅行したことがきっかけだそうです。中谷美紀さんは、6年間、菜食主義で過ごしたそうですが、体調を崩してしまいました。めまいや突発的難聴などに見舞われ、身体に変調をきたしたことから、菜食主義をやめたそうです。動物性食品を取らないということは、人によっては体調を崩してしまうということなのでしょう。次はプロゴルファーとして活躍している、横峯さくらさん。アスリートとして、体を整えるために、肉や魚を食べないということを実践しているとのことです。栄養士がいろいろ栄養面を考えた食事を作っているようで、栄養士の食事を食べてるとバテないそう。タンパク質なども肉類ではなく、豆類から摂取しているようです。ビーガンには動物愛護の精神から、肉を食べないということもあります。ですが、横峯さくらさんは、体の調子や健康のために、肉や魚を食べないということです。動物愛護の観点から、たまに動物性食品を取らないビーガンを取り入れるという、女優の杉本彩さん。公益財団法人動物環境福祉協会エヴァの理事長を務めています。かなりの動物好きで、保護犬や保護猫活動にも取り組み、犬を3匹、猫を10匹同時に飼ってたこともあるとか、魚も卵もチーズも好きだとしながらも、時折、完全に動物性の食品を取らない日を作っているそうです。完全なビーガンよりも、杉本彩さんのようなスタイルの方が多いのではないでしょうか。現在登録者が390万人を超えている YouTube チャンネルを持つ、オリエンタルラジオの中田敦彦さん。中田敦彦の YouTube 大学という名前からわかる通り、様々なことを簡潔に教えてくれるため人気です。そんな中田敦彦さんは、一時期、ビーガンになろうとしたことがありました。実際、ビーガンについての動画もアップしており、かなり熱があった時期もあったようです。しかし、健康のためにと始めた中田敦彦さんは、現在ではビーガンとしての食事をやめているようです。その理由は、中田敦彦さんの妻である福田萌さんが、食事をどう作ればいいか、とても悩んでいたからだそう。確かに動物性のものを全く使用しない食事というものは、献立がかなり大変な気がします。同じお笑い芸人である小籔和豊さんは、肉を食べないと様々な媒体で発言しています。吉本新喜劇での座長や、ジェニーハイでドラムを担当したり、かなり多彩な活動を行っている小籔和豊さん。
その理由は幼い頃から、小籔和豊さんの祖父の影響で、自然食やマクロビオティックを実践していたから。玄米や青汁を幼い頃から摂取していて、その影響で現在も肉を食べないという生活だそうです。ですが、小籔和豊さんは肉は食べないものの、他の動物性食品は食べているとのことです。歌舞伎役者の市川海老蔵さんは、数年にわたって動物性食品を取らない生活を送っていたそう。きっかけはというと、レオナルド・ダ・ヴィンチやピカソなど、偉大な人物が菜食者だったからだそうです。自分が尊敬する人物からの影響によって、菜食中心の食事を心がけていたみたいですね。2012年は、はっきりとベジタリアンですと雑誌の取材で答えています。2009年から2015年ぐらいまでは、菜食主義者として過ごしたようですが、現在はやめているようです。2020年のブログに、高級和牛の写真をアップしたりしているため、菜食主義者を辞めたのでしょう。しかし、現在でも自分が口にするものについては、いろいろと考えているようです。自分の健康のためや、動物愛護的な観点から、動物性食品を食べないビーガンですが、批判もあります。ビーガンはベジタリアンと違い、肉や魚だけでなく、卵や乳製品などの動物性食品を摂取しません。厳格なビーガンは食に限らず、生活のすべてにおいて動物性の素材を使わないなど、徹底しています。ある意味徹底したビーガンは、思想心情の領域にあるものなわけです。そんなビーガンに対して、ホリエモンこと、堀江貴文さんは異議を唱えています。と言っても、ビーガンを実践することに対してではなく、ビーガンの思想を押し付けてくることに対して。堀江貴文さんは、一人でビーガンを実践するには何の問題もない、としています。ですが徹底したビーガンが、肉屋を攻撃するという事態がフランスで起き、そのような事態を憂いています。堀江貴文さんは、自分が肉が好きであるのはもちろん、一般の人が肉を食べにくくなるのが心配なのです。実際、ビーガンがフランスで肉屋を襲ったような事件が、日本で起こったらどうでしょうか。それは何かしら、肉を食べることに対して抑圧的に働くことは避けられないでしょう。そのため、堀江貴文さんは、他人にビーガンを勧める人たちを、激しく批判しています。下手に政治的な力を持ったらまずいということで、今のうちに潰しておこうというわけです。堀江貴文さんは過激な発言でも話題になりますが、ビーガンについて考える上で、教訓となったことでしょう。ビーガンを取り入れた女性芸能人、男性芸能人を紹介してきました。また、ビーガンという思想が過激化することに対しての、堀江貴文さんの批判も合わせて紹介しました。個人的には健康のために、多少のビーガンを取り入れるのもありだと思うのですが、皆さんはどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ご意見や感想などコメントいただければ嬉しいです。次の動画もお楽しみに。